仮想ホームへ急ぐわよ。でも駅内の感染者にも注意して。邪魔をするな。ついてこい。逃がすか。よみがえれ。敵がまだいるかもしれない。警戒を怠。ヒーロー登場。ついてこい。逃がすか。よみがえれ。敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。今日はどこに行けばいいのですか。ついてこい。自業自得だ。よみがえれ。少し休憩しよう。まだやるべきこと。行きましょう。ここを通り抜ければホームはすぐ下よ。風見さんが消えた場所。よみがえれ。コグマザ変身。プレゼントもいっぱい用意してありますよ。燃えろ。すべて打ちのめす。敵を撃退した。もう安全だ。おそらく中にはまだ大量の感染者がいるはず。気を抜くな。今日はどこに行けばいいのですか。ついてこい。自業自得だ。はい。敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。即戦即決。ついてこい。自業自得だ。炎は全ての罪を燃やし尽くす。コグマザ変身。やっ、戦利品の時間です。どんなお宝。仲間を傷つけたいならまずこの剣に聞け。自業自得だ。炎は全ての罪を燃やし尽くす。少し休憩しよう。まだやるべきこと。この列車は何なんだ。怒られても乗らねえよ、こんなもん。風見のやつ、一体どこに行きやがったんだ。
よ登場やっと逃がすか。よみがえれ。はっ、ほらほら、怖くないよ。ありゃっしゃ、やー、はっ、それついてこい。自業自得だ。燃えろ。うわっ、うかつだった。冒険家を見くびったらひどい目に遭うんですよ。こっちだ。こっちよ。冒険の始まりです。おい、どうしたんだよお前。こんな場合でも風紀のことばっかり。優等生が遮断エリアに行けば学校から評価されるとでも思ってたのか。燃えろ。あっ、はっ、やりゃっ、ゆん、炎は全ての罪を燃やし尽くす。見過ごすわけないでしょ。ほら、怖くないよ。ついてこい。自業自得だ。はぁ、やネズミども。なんか敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。自己紹介なんていらないわよね。言っとくけど、こっちはスケジュールが詰まってるの。細かいことは頼んでこないでね。プライベートな時間の撮影はご遠慮くださる？